どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はお役立ち動画です。リズム練習の動画になります。皆さんリズム練習8ビートだとか16ビートだとか、まあいろいろあるじゃないですか。ガズレレでもいろいろリズムあるんですけど、あ、どんなリズムあるか興味ある方ここ見てください。ここのリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろということですけども、これギターでもねウクレレでも一緒ですから、このリズムの感覚は。でこれをねやっぱ練習したいと。でもねいつもどこでも楽器持ってるわけじゃないですよね。これを持っていないと練習できないから、なかなか限られるよなって思うでしょ。大丈夫なんです、楽器がいらないんですよ。楽器がいらないリズムトレーニング、いつでもどこでもどんな時でも手軽にできる、リズムの練習の動画を今日アップロードしようと思います。はい、皆さんお気づきでしょうかね。これ今日こういうの着てるじゃないですか。これねこの時期はいいんですよ。冬とかまあ秋から春にかけてって結構こう上着着るじゃないですか。でこれはねあのゴアテックス素材のこのナイロンっぽいやつなんですけど、あとはダウンジャケットとか、やっぱこうナイロン系ってこういうものを着るじゃないですか。この時期特におすすめのやり方があります。見ててください。こうです。聞こえる？この服のこのスリスリ音で練習するんですよ。まず8ビートやってみますよ。16ビート、聞こえるかな。はい、こんな風にこの音を使ってやるわけ。まあこれが難しくて、この足のね足組んどいてとか足のこういうところでいいでしょう。でこれの面白いですけど、チャーやるときにも結構これ効果があります。見ててチャーのときにパッと開いてこう本当叩くんだよね。ちょっとカメラの前で16ビート、はい、これはねいいでしょう。本当あの電車の中でもね、電車でこうやってちょっとうるさいかもしれないけど、ズボンのとかでチャの時こう叩く感じでね、8ビートだと16ビートだったら、その時にこの体も一緒に揺らすのがポイントですからね。チャカチャスチャスカチャカチャカ、すごい地味でしょ。地味だけどこれ楽器いらないわけですからね。いつでもどこでも思い立ったらすぐできます。車を運転してる人はこのハンドルでねこうチャッチャッチャッ、こういうのもねあのできます。はい、何でも楽器にしてしまおうと。つまりこれでやってると気づくんですけど、この動きって打楽器に近いと思うんですね。ちょっとじゃあもう一回やるよ。ね、あともう一個近いのがあるんですよ。なんだかわかります？ DJ です。 DJ ちょっと DJ 風にやってみますよ。DJ ってこうやって手のこうやってやるじゃないですか。あれとも似てるなとか、いろいろやっぱりねこれリズム右手ってそのジャンジャジャンジャジャンというイメージより打楽器を再現してるって考えた方がかっこいいし、こう自分の気分値も乗ります。はい、であとポイントはですね、まあ、さっきも言ったんですけど、これやるときに絶対に体を4つで揺らす。ちっちゃくてもいいですよ。はい、16ビートでも1、2、3、4、まずこの4つをいつでもこう体を揺すっておいてください。これをねやらないとね、その効果的なリズムにはならない。で家に帰ってきてからその感覚を思い出して、まるで一緒。はい、こんな風に、どこでも家から出ても歩いててもやるわけです。歩いてるときいいですよ。こうやって歩いてるんですよ。その時にこう歩きながら自分のテンポでこうやって散歩しながらもリズムトレーニング、こういうのが積み重なってこうリズムがどんどんこう輝いてくるという感じになると思います。これはですね今すぐできますから、ズボンでもこのジャンパーでもジャケットでも。はい、あと1点だけ注意点言っとくとですね、これ爪がねあのこれちゃんとねこうヤスリで研いとかないとこう繊維をきっとこう傷ついてピーとかなっちゃうかもしれないから、その辺要注意ですけどね。ただこのねナイロン8ビートとか16ビート、これ結構ねあの有効ですから、
特に夏よりね冬の方がいい。だから冬というか秋から春にかけて、だって T シャツじゃちょっとあんまりねなんかこう汗ばんでるかもしれないし、これなのでシャカシャカいきますから。はい、楽器を全く使わないウクレレ練習でございました。 あとおまけです。ガズ家ではねうちの奥さんもウクレレ弾いたりこうパーカッション叩くんですけど、 CD お気に入りの CD を流しといて、まあよくあるのはもうカッティングでねリズムを合わせてこうやってコードはじゃなくてリズムトレーニングしてこうやって遊んでるんですけど、これひっくり返してこれでもできるんですよ。これ8ビートでしょ。こっちをやると大きい音する。そしたらもうこれ完全打楽器でしょ。これチャをやると、この時もバーってチャの時は叩く。16ビートも。こんな感じでこう打楽器として遊んじゃう。これはもうね、ここまで来るとね、本当にね、なんか右手ですごいなんかこうリズムを作り上げてるなって感じがしてるんです。かなり楽しいんでございます。まあこっちはちょっと音は大きいですけどね。そんな感じでいろんな楽しみ方、リズムをなんかこうウクレレのプレイとちょっと離れて、本当にこう太鼓っていうかこうパーカッションとしてちょっと見てみるという練習方法もありかと思います。そんな感じでね、こう自分のリズムをこうどんどんこう高めていくっていうか、そうすると自分のテンションもどんどん高まっていくんでね。そもそもやっぱテンションを高めるために音楽ってやっぱあるかなと思うんで、全然でもいろんなことを使って、はい、楽しんでいきましょう。ありがとうございます。さあガズレレですけど、このちっちゃいウクレレ持って2019年は全国駆け巡らせていただきまして、どうもありがとうございます。2020年もどんどんいきます。今のところはちょっとこうもうねもうちょっとで公開、来年のイベントのスケジュール公開になりますので、ガズレレ .com でチェックしておいてくださいよ。ガズレレ .com のリンク貼っときます。あとはですね、このウクレレ、これ今日コンサートサイズ持ってますけど、これガズのわがままウクレレ、ベトナムで作ってる単板ウクレレで、ものすごくいい音です。これをですね、販売して予約販売をしているんですけども、ありがとうございます。いつもね売り切れてしまうんで、ちょっと近々また再予約販売できるんですけど、今こういうシステムになってます。次入荷ありますよというメッセージが受け取れるということになってますんで、そのウクレレのホームページ、ここにリンク貼っておきますので、こっちもちょっと覗いてみてください。はい、あといつものことですけど、ガズさんいろいろ本出してます。はい、こんな感じの本、リットミュージックの本はもう累計4万部に迫る勢いで、ありがとうございます。それだけの方が音楽で楽しんでウクレレをね始めてるということで、もうガズも嬉しいです。皆さんありがとうございます。はい、今年最後のイベントは12月21日ガズレレのウクレレイベントではないんですけど、ガズがやってるもう一個のチャンネル、ガズトークという、まあトークチャンネルをやってるんですけど、そこのオフ会みたいなのがあります。ほんと気楽に、まあ、ラフなパーティーですので、もし興味ある方ガズトークチャンネルちょっと見てください。これもちょっと面白いチャンネルになってますんで、はい、そんなこんなで盛りだくさんでいきますよ。まだまだ今年もありますからね、YouTube でもどんどん上げていきます。ありがとうございます。さよなら。